どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、タウンホール9のゴウィーバー早速見ていきたいと思います。はい、今回ですね、喋っていくのはこのベースなんですけれども、まあ村的にはそこまで強くないですね。まあその村の、今回のその攻めの流れとかをですね、見ていきながら、まあちょっと私の雑談とかをちょっと聞いていただきたいんですけれども、まずですね、今のこのゴウィーバー、このゴウィーバーは最近ね、やっぱタウンホール9の編成においてハイブリッドとか、まあ、ゴレホグとか結構人気ですよね。まあ、ゴレホグっていうのはまあ今はその巨爆2連とかに対して全然ねもう勝ち目がないので、まあ最近皆さんハイブリッドめっちゃ使うと思うんですけれども、ゴウィーバーはですね、なんといってもですね安定感ですよね。もしミスっても星2が取れる、でなおかつ星3が狙える編成なんですよね。あのゴレホグとかあとハイブリッドっていうのはミスったら星0の可能性も、ゴレホグとかね星0の可能性がもう非常に多いんですよ。そこでまあそのハイブリッドとかもまあ星ミスったら星1かなっていうぐらいじゃないですか。しかしこのゴウィーバーね、星、2は、ね、ほぼほぼ取れると思います。その、まあね、変にヘマしなければね。そしてさらに、今回見ていただければ分かるんですけれども、このように中心部まで到達した時点で裏バルとかね、裏バル、まあ基本的には裏バルですね。まあホグとかも数体出ていますけれども、まあ基本的には裏バルという形で、こちらのウィザードとかね、最初に出したアーチャークイーンとかが無傷で星3を狙いに行くという編成が、こちらのネクロも来てますね。はい、ということで、早速ですね、まあ、私の今ね、皆さん私の変なね話を聞いている間に、ああなるほどこういうやり方なのかっていう、まあ皆さん想像していただけたと思いますけれども、早速私が解説していきたいと思います。まずですね、まあ、本当村的にはそこまで強くないんですよ。なのでもう決定的にね、もう決定的なそのリプレイではないと思いますけれども、早速見ていきましょう。まずは、ホグライダー数体で相手の援軍を処理、釣り出していって、こちらバーバリアンで、引き出してネクロセットで処理していくと。そしてですね、ゴーレムの面の取り方はまあこんな感じでいいと思います、基本的には。そしてウィザードでサイドカットをしつつですね、ヒーローとかを投入してい くんですけれども、皆さん注目していただきたいのはですね、こちらここからですねヒーローを出していくんですよ。見てくださいね、ここからウォールブレイカー、こっち失敗してるんですよね。こっちでこっちはまあ一応ウォールブレイカーとかで、成功してるんですが、こちらでこちらに本体を流しているんですよね。なんというこの臨機応変さで、ここでジャンプを、投入していると。ここでですね、ゴウィーバー基本的には最初に呪文を見てください、ジャンプヒーリングレイジ、序盤にこうベチョバーバーバー出してるんですよ。そのね基本的なゴワイプとか、ゴウィービーとか普通のね裏バルとか裏ホグとかがないゴウィービーとかいうのは、こういうですね呪文を先にこう連打するっていうのはもうほぼほぼ星にしか取れないんですよ。やっぱりそのね集中砲火を受けるのはやはり最後の方なので、ユニットの数も減っているので最後の方に呪文っていうのを取っておきたいんですけれども、こちらは最初の方にですねヒーリングレイジジャンプを固めているという、使い方ができます。そこでなぜですねその後ろの方に、レイジとかヒーリング、ヒーリングとかも終盤に打っていきたいじゃないですか。なぜ、最初の方に打つかというと、もうこのようにしてですね、中盤まで突破してしまえば、後ろはホグライダーとかですねバルーンで基本的に処理できてしまうんですよ。なので、その中盤に戦力を取っておく必要がないんですよね。なので、まあ、こちらはですねゴウィーバーと言ってますけれども、今回裏ホグとかね裏バルとかが結構そのまあ重要になってくる、まあ、戦い方かなとは思いますね。まあ、ということで今回はですね、タウンホール9の、まあ、今回一つのリプレイですけれども、戦い方はこんな感じでいいです。まあ、今回ちょっと臨機応変なね、ジャンプの打ち方ありましたけれども、まあウォールブレイカーで心とここをもししっかりと開けることができたならば、普通にセオリー通りにここら辺にジャンプとかですね、打って、で、もう中心部にレイジヒーリングかけて、あと裏ホグ出すっていうですね、星2を固く取りなおかつ星3も狙える、まあ、さっきも言いましたけども、あのハイブリッドとかねゴレホグっていうのは本当星0の星0とか星1の確率が非常に多いんですよ。そこでやっぱりね固く星3固く星2で星3も行きたいで星3なおかつ簡単に狙える編成っていうのがこのゴウィーバーかなと思います。ということでぜひともですね皆さん、まあね、本当に強いので、あのハイブリッドもね、あのちょっと俺ハイブリッド苦手だなっていうか言う人はぜひともこの編成ゴウィーバーやってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。